二股はあり、なし。二股はあり、A が 16%、うん、そしてなし、B が 83%、うん、圧倒的にマホさんの味方ですよ。はい、うん、待って、いや、でも、ちょっと待ってね。いや、俺は…あ、じゃあ、ありになる？マホさん。いや、ならず、ならず、ならず、ありでもいい、もちろん。いや、それは。いや、大丈夫です、大丈夫です、うん。いや、逆に俺は 16% の人が、はい、ありって思ってることにちょっとびっくりしてるし、なんだか3人のうちの2人がありって言ってるのがそうで、ね、違う、ていうか既婚者ですよね。そんな、はい、僕既婚者ですよ。まずくないですか、そんな。いや、だからそのありかなしかでいくと、うん、当事者とか被害者がいるかどうかで、うん、例えば被害者が全くいない二股っていうのもあり得るわけじゃないですか。あ、一夫多妻制とか、もうその、うん、お互い許し OK みたいなってことですか、同意の上でみたいな。うん、ああ、なるほどなるほど。僕の知り合いで、そのちょっとあの結婚はしてるんだけど、はい、奥さんの体が弱いと。なので、あのそういうその心臓が弱いので、ちょっとそういう行為ができないと。なので別に他に彼女作るのも OK だよって言ってる家庭とかもあるんですよ。うん、まあそうです。それってなんか誰か困ります？まあ、ね、ね、うん、あ、いや、何納得させようとしてるんですか。ちょっと待ってください。そうちょっと待ってください、はい、うん、待ってください。じゃあ僕言いますね、うん、そもそも、うん、そもそも倫理的に考えてほしいんだけど、はい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 、道徳的に考えてほしいんだけど、道徳的に、二股はさ、結婚だったり、うん、そのお付き合いっていうものは、うん、相手のことを大切にしますっていうものじゃんか、うん、で、その人だけを愛しますっていうのをやるじゃんか、結婚するしたりする、まあ、結婚はね、スタートのだよね、うん、二股って、うん、いや、でも結婚する前の彼女がいる状態でも二股だから。あ、二股なのか。そう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 、あ、マフマフさんは彼女だからいっぱい作ってんのね。何が、いや、あのおかしいですよ、マジで。本当に俺の印象が下がる、あの印象が下がるだけなんで、本当にやめてください、本当に。風評被害、風評被害、やめてください、マジで。本当に違うぞ、本当に、本当にやめてほしい。怖いんだけど、マジで、おかしい、冷やすやばいんですけど。